簡単な方から。文化庁長の件でありますけれど、今年の6月に横浜で開催されました、リチャード5のですね、フォローアップの一環として、明日の9日の未明から、タンザニアおよび、ケニアに行きまして、出場する予定であります。両国はインフラ需要、そして、資源開発がとりわけ旺盛でありまして、また、消費市場の、急成長が見込まれ、日本企業の進出が、加速を、しているところであります。両国出張中は、政府要人との、会談のほか、ビジネスセミナーなどの、実施を通じて、日本と両国との関係の強化を図ってまいりたいと考えております。なお、これに関連して、ケニア・ナイロビのですね、国際空港で、大規模な火災が発生を、しまして、一部は復旧は進んでいるようでありますが、関係機関から情報収集をしまして、ケニアの出張日程につきましては、今、どんな形でやるのかどうするのか、調整中であります。2点目は昨日開催された、原子力災害対策本部会議についてでありますが、本部会議におきまして、川端町におけます、避難指示区域の見直しの決定を行いました。具体的にはこれまで、計画的避難区域と、区域対象限で分かれていた、川端町につきまして、計画的避難区域とされていた山木屋地区を、避難指示解除準備区域および、居住制限区域の2区域に、見直しを行いました。川俣町の区域の見直しは、なるべく早くとの地元の意向も踏まえ、本日午前0時に実施をいたしました。これをもって避難指示区域の見直しは全て完了したわけでありまして、今後は住民の早期帰還に向けた取り組みを本格化させていきたいと、このように考えております。また原子力災害対策本部におきましては、廃炉を進める上で最も緊急性の高い、汚染水対策についても報告をいたしました。汚染水対策は、取り除く、そして、汚染物に近づけない、そして汚染水を漏らさない、この3原則に基づき実施をしてまいります。緊急対策と、抜本対策に分かれております。緊急対策は大きく3つございまして、1つは、トレンチ内の、高濃度汚染水の除去、そして、2つ目に、水ガラスによります汚染エリアの、地盤改良、3つ目が山側で、地下水バイパスによります水の、汲み上げを、実施することによって、流入を減らしていくということであります。そして、今後1、2年かけて、実施をしていきます、抜本対策、これも3つありますが、1つは、サブドレーン、井戸ですね、による、地下水の汲み上げ、そして2つ目が、海側の遮断壁の設置、そして3つ目が、陸側の、遮断壁の設置。これによりましてですね、海への流出を防ぐ、またこの敷地内にですね、山側から、水が入っているのを防ぐ、こういった措置を取っていきたいと思います。本日ですね、汚染水処理、対策委員会を開催いたしまして、汲み上げた地下水の、安全確認の方法であったり、汚染水の、大量流出を防止する観点から、地下水バイパスやサブドレーニングに組み上げた基準値以下の水の海への放出の可能性も含めた今後の進め方等についてですね、再度早急に検討し、対策を具体化していきたいと思っております。こちらの対策の実施にあたりましては、昨日の会議におきまして、安倍総理からも早急に対策を実施するように指示を受けるところでありまして、専門
門家の知見もですね、活用することはもちろん、規制委員会もご協力をいただき、地元福島の方々のご理解を得られるよう進めていきたいと、このように考えております。私の方が以上です。はい、今も結構話ありましたけど、汚染水対策国としてもこれから次に目指すその点については大臣に関する。先ほど申し上げましたようにですね、この、汚染水対策で配合はしっかり進める上で、極めて重要な課題だと、そのように考えています。例えば今ですね、陸側の遮断壁につき、この FS につきましてはですね、平成25年度予算、87億円の研究費の一部として、すでにですね、実施をしているところであります。今後、事業者任せにするんじゃなくて、廃炉をしっかりと進める、こういう観点から、国として、やるべきことについてですね、検討進めていきたいと思います。もう一つ、昨日ですね、午前に、主席代表級の会合を行いまして、その後、保険につきましては議論を行いました。午後は、自動車防衛について議論を行いました。本日は保険以外のですね、機関税措置につきまして、専門家、課長レベルで引き続き、議論を行う予定であります。明日9日は再度、主席代表級の全体会合、これを行う予定でありまして、4月の、日米協議の合意に基づいて、建設的に交渉を進めていきたい、このように考えております。各社に対して、はい、共同通信のいただき、改めて、ご質問で申し上げますけれども、8月15日、国議員からの考えについて、大臣が参拝されるのかどうか。今のところその予定はありません。それでは皆さんよろしくお願いします。一点、安全審査申請をめぐる新潟県と東京電力の、交渉がどんどん、進んでない、7月の5日以降会えていない、暗礁に乗り上げたような状況だと思うんですが、現状大臣はどうご覧になられているかということと、どのようなことをすればよろしいかというと、認識を教えてください。この、地元、立地自治体はじめ関係者の理解で、これは極めて重要だと言っておりまして、柏崎市、そして刈谷村から了承を得られたのは前進だと考えております。地元理解の方針について、東電には引き続き努力を続けるよう指示しているところであります。政府としては、事業者が、新規制基準に適合する観点からですね、安全性の向上に向けて措置を講じた、原発について申請に基づき、原子力規制委員会による安全性の評価確認がしっかりと、そしてかつ速やかに実施されることは、安全確保の観点から望ましいと考えております。その上で、安全確認が行われた上で、実際のですね、再稼働にあたっては、立地自治体等関係者の理解、を得るよう、努力していくことが必要であり、東電も丁寧にですね、対応すべきだと考えておりますが、国も事業者任せにするのではなくて、しっかりとですね、関係自治体等とですね、説明をその時点で行っていきたいと思います。関連で、今の状況において、国が例えば中崎市、仲介、あるいは新潟県とお話しするというような状況ではないと思います。少なくとも知事から面会の予定とかですね、こういうご依頼を頂いています。はい、緊急通信社の代表ですね。情報政府の調査でレギュラーガソリンが160円を超える事態になりました。はい、
現在、停止して、いわゆる暫定税率を160円を超えた場合、停止するトリガー条項の扱いに移ってるんですけども、僕はどうお考えでしょうか、それと今後のそういった値上げに対する対応はどうでしょうか。ガソリン価格かかるとですね、今年の1月から150円台で推移をしてきましたが、今週は160.1 円となったわけでありまして、7月上旬のエジプトの政情不安定を背景とした原油価格の上昇等々ですね、また、この夏の堅調な需要の状況など、さまざまな要因を背景として、上昇している。経済産業省としましては、石油製品価格や需給状況の監視を行っているところでありまして、全国2000のサービスステーションへの石油製品価格モニタリング調査等を通じてですね、都道府県ごとにこういう価格を調査するなど、地方の状況についてもきめ細かく把握を続けています。引き続き石油製品価格のみならず、国際原油価格や為替相場、さらにはエネルギー需給の動向に関する情報を収集し、事業者や国民生活に与える影響などを注視していきたいと考えております。現時点において、取り替え情報をすぐに発表し、こういう予定をございます。先ほどお話ありました地下水、煙と地下水の海洋物質なんですが、地元の理解がなかなか得られない状況で、今回の事態があるとまたなお難しくなっているのかなと思いますが、大臣の方で直接的に漁業関係者とですね、対話するというような、そのようなことは今後理解する上で必要ではないかと思うんですが、そのお考えはございますでしょうか。まずやりたいことはですね、先ほども申し上げたようにですね、地下水の流入量を減らすということでありますし、同時にその汚染水が海への流出をするということを防止して、こういったしっかりした対策を立てることだったと私は思います。その上で、我々は建屋内に毎日400トンの地下水が流入する、このような報告を以前から受けていました。今月に入りまして、この400トン以外に600トン、地下水の流入がある、全体では1000トンという形になりまして、それも含めてですね、今、先ほど申し上げたような緊急対策、そしてまた1、2年かけての抜本対策、こういったことを進めるということでございます。こういった対策をしっかりと固めた上で、地元の理解を得るように努力して、これを行っていきたい。これは誰がやるか、事業者、そしてまた経済産業者を含めてですね、検討していきたいと考えています。NHK の秋田です。今の汚染水のお話で、国の予算を使うということに対してですね、それその どこまでやるべきなのかっていう、基本的に、事業者やるんだという考え方もあるかと思うんですけれども、そのあたりの踏み切りというのはですね、大臣としてどういうふうに考えているんでしょうか。いずれにしても汚染水の問題、これは廃炉を進める上で極めて重要な問題だと、このように思っています。昨年まで、前政権の下で、汚染水の問題であったりとか、その対策について、検討は行われたんだと思いますけれど、具体的な対策というのはほとんど取られていませんでした。また、東電における対応も、不十分であり、現在に至っている。こういった中で、国が主導して、新しい汚染水対策、絶対に漏らさない状況を作るということを進めたい、このために必要な措置は、国としても取っていきたいと思っています。よろしいでしょうか。本日の未明でありますが、米国の DOE がですね、
HR の LNG のプロジェクトから、FTF への輸出を承認したということでありまして、シェールガスの生産拡大によりますような天然ガスの国内価格が低下している、米国から新たに LNG を輸入することは、我が国にとって、LNG の安定的な確保と輸入価格の引き下げの両立をする上で、極めて有効な方法だと考えております。私自身、7月にですね、米国を訪問いたしまして、モニス長官に、日本企業が参画するプロジェクトの早期輸出承認、これも要請をしたところでありまして、残りの日本企業が参加しております、2つのプロジェクトについても、今後、審査が迅速に行われることを、期待したいと思います。来週起こるということなんですけども、はい、特に節電要請の期間から外れるんですが、猛暑が続く予定です。電力の需給は大丈夫ですか？今のところ電力の需給について、深刻な事態になっている、そのような報告が出ています、ただ、当然ですね、この猛暑の中で、これはそれぞれの皆さんがですね、無理のない形で節電に努めていて、このことは、改めて強調したいと思います。ロイターの質問です。来年度の予算に潜水問題で予算を取られるお考えというのはございますでしょうか？概算要求、シーリングの基準というのが、ようやく決まったわけでありまして、今後は月末に向けましてですね、それは成長戦略の分野でも、エネルギーの分野でも、そしてまた、通商の分野でも、それぞれ、重要な予算、これの詰めに入っていきたい、こんなふうに考えております。そして、福島の復興の問題、そして、配慮や早期期間の問題、極めて重要な課題だと考えておりまして、それに必要な予算、これをしっかりと確保していきたい、このように考えています。汚染水の関係なんですが、汚染水の関係で、今、緊急対策として、そのトレンチからの水抜きとかっていうことが出されています。ごめんなさい、共同通信の太田です、はい。トレンチの水抜きなんかも出されてるんですけど、これは2年前から分かっていたことで、今になって緊急対策を出さなきゃいけなくなってしまったということについての反省というのも、今、大臣としては考えていらっしゃる。今の政権に聞いてるんですか？はい。2年前はどこが政権だったんですか？前政権の中で十分な対応ができなかったということを。そのことは先ほど申し上げました。それと、県の協議会の委員なんかからは、その潜水対策の対応が、もぐらたたきのようになっているというような批判も出ているんですけれども、今示されているこの緊急対策と抜本対策等を合わせていけば、汚染対策については総合的な対策が取れるというふうに考えているということでよろしいですか？自然との戦いの部分もあります。これは、そこの中で今考えられる、今の状況を考えたときにですね、やりにくい対策については全部盛り込んだ、このように思っておりますが、新たな事態が発生しない、こういったことは言っておりませんか？緊急対策、先ほど申し上げた3つ、それから抜本対策、これも先ほど申し上げた3つ、これでですね、大きな効果を得ることができる、このように思っております。そういったことが起こらなかったのがやっぱり問題なんですよ。すみません、そちらの方で最後、読売新聞の前をやっております。選挙のためで言ってなんですけども、予算措置以外の部分では、具体的に経産省が乗り出してやっていく、温度を取っていくということは、潜水処理対策委員会以外では何かしますか？ごめんなさい、質問の意味が分からないんですよ。
潜水処理対策委員会以外の部分で、国として経産省として、積極的に汚染水対策に乗り出す本部を取るという部分は新たに何か作ったりするそういう予定はある。汚染水対策、ちょっともう一回質問してもらえますか。汚染水対策処理委員会以外で国として例えば汚染水処理についてどのように、今後、全面的に立って支援をしていくのかというところを聞きたいんですが、汚染水処理対策委員会においてこのことをきちんと議論したい。先ほど申し上げたようにそこの中で、必要な対策というのを盛り込んでいる必要、何か具体的にですね対策を抜けててこの部分は違う委員会だった方がいいという質問です。具体的に教えてください。もしあるんだったらこういう対策が抜けてるからこれについてはどこで検討した方がいいんじゃないかというのをそういうのおっしゃってください。ありますか。はい、それでは以上で終了します。あれでしょうかね、若干、数字的なことを結構申し上げた方が聞かれるんじゃないかなと思ったんですけれど、福島第一、今の第一原発の1号から4号の周辺で先ほど申し上げたようにですね1日約1000トンの地下水の流入量があって、このうち約400トンが建屋に流入し、残りの600トンが海側に流出をしていたと、このように考えられております。で、建屋の海側において汚染された地下水から検出された観測口ナンバーワン、ですね、付近を通る地下水、これは大体1日約100トンだと東電のシミュレーションから推定をされておりまして、現在水ガラスの注入による地盤改良によりまして汚染水の流出を阻止する予定であります。加えて観測口2およびナンバー3のエリア、現状汚染の度合いはナンバーワンエリアと比べて低いわけでありますが、ナンバーワン同様、1日ですね、約100トンずつの地下水が付近を通っている、このように推計をされておりまして、これらの水も汚染されている可能性がないとは言えない、汚染されている可能性というのは否定できないんだと思います。したがって、ナンバーワンからナンバースリーの付近を通る地下水が、合計1日、300トンあり、この水については、汚染の度合いは違うにしましても汚染されている可能性が否定できない、このように考えています。このうち観測口の、ナンバーワン周辺は地盤改良により海への流出は現状大幅に抑制されていると考えておりますが、今後ナンバー2、ナンバー3の地盤改良およびナンバー1からナンバー3のですね水の汲み上げによりこのエリアからの海への流出なくなるようにしていきたいと思います。あ、共同通信の太田です。昨日の説明では300トンの汚染水が流れているというような説明だったよう で、東電の側は300トンの汚染水が流れているとは考えていないというようなちょっと説明の仕方に食い違いが出てたみたいなんですが、私の説明が正しいと思います。現状それぞれのエリアの汚染の度合いに程度の違いはあるけれども汚染された可能性のあるものが、合計すると300トンになるという、ただそれを申し上げたことを起こして聞いてみてください。ちゃんと申し上げるよろしいでしょうか。それでは終わります。